はい、こんにちは、グリードです。今日はね、バトルライフルのバス B をね、ちょっと SMG 化してみました。どうでしょうか。もう変わり果てた姿だったですけどね、カスタム構成は一応こんな感じになっております。このね、何かのこうアサルトライフルとかバトルライフルを SMG 化するっていうのは本当に昔からある、まあ主に海外の COD である文化なんだけど、まあ、今作バス B がとにかく今も強いので、まあ、近距離でもいけるやろうということで、ちょっと SMG バージョンで今日は使っていこうと思います。あ、ラグ。 OKOKOK。もう一枚あり？どこにまで飛ばされたんだろう。あ、でもいけるな。バス B 近距離で。うわ、黒すぎて全然わかんなかったけど、今の勝てるんか。危ねえ。よう勝ったね、今のは。削って。でもこれ逃げられちゃうな。待って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 。おお、あれか。オッケー。え、いけるぞ、みんな、これ。バス B、SMG バージョン。なんか1階にいるっぽいな。なになになに？このピッピ音何なんだろう。なに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 ？何ピッピ？何ピッピ？これ。おお！後ろ！どこだ？違う、上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 。おお！ 10 連続？はいー。ごめんね、ごめんねー。やべ、死んだ。いやー、これは死んだ。いや、当たり前だけど、SMG じゃないからな。切り返しが遅すぎて。わー、これは死んだ。やめてー。あと5秒耐えないといけない。めっちゃ来てるやん。しつこすぎる。いやいや、しつこい、しつこい、しつこすぎる。待って、怖い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 。やんのかお前。あー、惜しい。いやー、もう何、ちょっと。ホラーゲームよりホラーゲームやって。あぶね。よかったね、今の。なんかここに一枚だけいるね。あ、この人じゃない？さっき追いかけてきてたの、ずーっと。あー。この人か。オッケー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 。わかってた。なんか今日多いな。うわー、なんじゃこりゃ。待って、この赤点こっちか。あぶね。あ、ちょいラグだな。映るね。下にいるらしい。危な、ここ。あと屋上か。うるさい、うるさい、くちゃ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 、うるさいよ。行っちゃおうぜ。おいしい。めちゃくちゃおいしいとこもらっちゃったね。30人だから結構減るの早いね。もう手前1枚。
っけ、エレン・イエーガーっていう人でした。待て待て、ん？見られてるけど一旦正面やっちゃおうか。オッケー。で、わっ、わっ、この人かな、僕のこと見てたの。あれか、マンションだぞ。上、こっちの方が近いね。すごいとこにいるな、敵。わー、おー、漁夫我ながら漁夫、美味しすぎー。頭にさえ入れば。いや、こっちの話じゃなくて、いやー、もうこっちの話じゃなくて、いや、手汗がやばい今日なんか。どうした、何を緊張してる。いや、何も緊張してないのにな。手汗すごい出るんだけど。病気？やべ。あぶねー、もう、え、よくこの武器で勝ったな。マジで。あぶね、なんか聞こえるなと思った今。近いじゃん。ワンカット。え、それだよな。マジかよ、うわ。それで上がってくんのか。うわ、駆使されてるマジか。そのダメージで上がってくるのか、逆に。さすがに、もう逃げるもんだと思ってたよ。やっぱスヌープドッグは違うか。危ね。なんか喋っとる。この位置はまずい。右もいんのか。忙しすぎてちょっと。どれどれどれ。おいしょ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 。後ろ降りてきたこれ多分。あぶなー。おお。レッツゴー。スナイパーかな。また降りてきてるやん。わ。倒しきれなかったか。待って、あそこって下あったよね。よしよしよし。なんて ?Excuse me? いや、ショットガンだ。あぶねえ。ドラゴンブレスしかも。よかったな。なんか一回ずっと赤点あるの何なんだろう、それ。え？まさかずっといた君。さっきも映ってたもんね。20キロいった。うわ、マジか、そこか。縁がめちゃくちゃ良くないな。どうしよう。オッケーオッケー。下のやつやる。
あとどこだろう。屋上1枚、ワンチャンこの2階1枚。ワンチャン撃たれるけど。そうですよね、危ねえ。安いガスマスクやけど。空爆来たか。いやおい。ない、お、いや、おか、さすがにないでしょ。どう当たるん、そこ。ほんとによ。はい、こんにちは、グリードです。はい、トビアさん、はい、今日は何でしょうか。本日は、案件動画になっております。案件動画。はい。本日はですね、はい、ウエスタンデジタル様から展開されている SSD のプラ、WD ブラックをご紹介していこうと思います。 SSD ですか、今日は。はい、はい、そもそもグリさん、 SSD と HDD の違いってご存知ですか。もうハードディスクとあれですよね。はいはい、いや、もちろん、まあ、そのいわゆる HDD はあれですよ、まあ、容量が大きくて、まあ、動画とかそういうのを保存する、まあ、大容量の記憶装置ですよね。まあ、OS はあってますね、はい、で、SSD はなんかハードディスクよりその読み、容量は少ないけど読み込みが早い記憶装置、そうですね、ですよね。まあ8割ぐらい正解なんじゃないですか。8割、これですか、8割。はい、そうです。ハードディスクにゲームを保存してる人が結構僕の周りも視聴者さんに特に多くて、でもやっぱりハードディスクに入れてると遅いんですよね、やっぱものすごいロードだったりとかで、基本的にまあ僕も毎回ゲームとかそういうソフトウェア系は SSD に入れるべきだよっていうふうに勧めてるんですけど、まあ、ハードディスクの一つのデメリットとしてそこですよね。容量は大きいけどすごい読み込み細いっていう、SSD を使えば、まあ、時間を食わずに素早くロードができる。ああ、だからこれか。だからこれか。そうです。だからこそ今日この流れですね。こういう流れか。はい、 SSD がこちら。ちょっと説明読んでいいですか、この SSD の。はい、お願いします。その SSD の中で今回ご紹介するというか、もういただいたのがこの WD ブラックね。なんかめちゃくちゃ早いらしいんですよね、これが。そうですね。なんかこれもなんか新しい、いわゆる SSD というか次世代のっていうことで合ってますか、これは。はい、また早いし容量も大きい。そうですね、 SSD はだいたいこう読み込みは早いんだけどデータ容量が小さいっていうのが、まあ、従来の SSD だったんだけど、これはとにかく容量もあると。で、最大 4TB、 4TB ですかこれ。またね、最近のゲームって多分あとコールオブデューティー 200GB 以上しますからね。今までの昔のゲームと違ってね、グラフィックも重くなって容量が大きいから、確かに SSD もこれぐらい必要な時代なのかもしれません。やってないゲームをアンインストールしたね、視聴者さんおるんじゃないでしょうか。まあ、4TB あれば多分そういうこともないと思います。 4TB 以外にも 1TB、 2TB 用意がございます。まあ、ご自身のゲームスタイルに合わせて選んでみてください、だそうです。本製品の特徴、ゲームモード 2.0 というゲームに特化した設定があるそうです。ゲームモード 2.0 を大きく分けて3つの機能。1つ目が、先読み機能で、データロード時などに、次に必要なデータを先読みして用意してくれるのでロード時間が短くなる。2つ目が適応型サーマルマネジメント機能。なんか難しいの来ましたね。ゲームしてると PC が熱くなると思うんですが、その状態でもデータの通信速度を
下げるのではなく温度とバランスを取り、高温時でも比較的高い通信速度を維持できる。多分すごい機能なのかな。3つ目、読み出し優先機能。書き込みよりも読み出しを優先することでゲーム中の遅延を最小限に抑えることができる機能となってます。このような機能はウェスタンデジタルダッシュボードというアプリケーション内で設定ができる。ゲームソフトが起動するとこのゲームモード 2.0 は自動的にオンになり、ゲームソフトが終了すると自動的にオフになるオートモードもあるというわけですね。はい、クリさん、なんとダッシュゲーミングをスポンサードしているという、はい、この隣にあるレベルインフィニティさんの PC にも搭載されているモデルがあるそうですよ。おつまりこれ一番最新のやつのコラボ PC も、はい、SSD 付きもあると。はい、はい、まあ、じゃあそちらも合わせて見てみてください。でまた PS5 にも一応装着が可能らしいですね。まあ、パッと見もうハードウェアチートって言ったらあかんか、ハードウェアチートじゃないですけど SSD にこんな機能いっぱい詰め込めるんですね、今の時代。アプリでいろいろ設定ができるってなかなか最近の SSD には搭載されてるってなかなかないですね。まあ、今までやっぱりただのまあデータ、まあ、メモリじゃないですけどデータ保存のためのものっていう認識だったんですけど、いろいろカスタマイズできるようになった時代ってことですね、 SSD も。そうですね。よいしょ。ちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい。あれこんなもんでしたっけ。僕も一回 SSD とかつけたことありますけど、はい、こんなちっちゃかったかな。これが、今回のが 1TB この容量この大きさで、はい、それではね実際にこの SSD 装着してゲームプレイに行きたいと思います。はい、それではね実際にこの SSD をつけた PC でゲームやっていきたいと思います。さあカウントダウン開始でロード始まりました。さあどんなもんかな。はい、どうどうすか。この SSD のね、Amazon 評価見たんだけど、めちゃくちゃ高くて、評価見るとね、やっぱ、お手頃価格で、読み込みも早くて、あとね、なんか、耐久性についてもコメントしてる人がいたかな。なんか、とりあえず SSD に悩めばこれ買っとけば大丈夫っていう評価をしてる人が結構いましたね。はい、というわけで、今回は SSD、ウェスタンデジタル様の、WD ブラック SN850X をご紹介いたしました。少しでもね、皆さんの参考になれば幸いです。また、レベルインフィニティさんのね、PC にもこの SSD を搭載した PC がございますので、動画の概要欄からね、そちらも合わせて見てみてください。それでは、お疲れ様でした。